おはようございます。ドライトニュースの時間です。ジャバ版マインクラフトバージョン 1.19.4 リリース広報2のアップデートについて紹介いたします。前回が最後の修正となりませんでした。ただ重大な問題でもなかったので、正式リリースは来週の予定というのは変わりません。これは良かったですね。ということで今回のアップデートはちょっとした修正となります。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはガーディアンに対してトライデントなどの発射物を投げて当てるとなぜかトゲのダメージが入る問題がありましたが、こちらが修正され元に戻りました。発射物のみのバグだったので修正されて良かったです。続いて進捗のアイコンが半透明のテクスチャーを間違って処理する問題の修正に、カスタムリソースパックを使うと透明な 3D モデルが GUI ホットバーで正しくレンダリングされない問題の修正がありました。以上、Java 版マインクラフトバージョン 1.19.4 リリース広報2の主なアップデート内容でした。今回もちょっとした内容でしたね。前回で最後の修正とはなりませんでしたが、正式リリース日に変更がなかったのは良かったですね。それでは、良い一日を。